にして、まあ動画の時間長いんでね、脱出しなかったら、時間、動画の時間が長くなりすぎるんで、まあ大丈夫ですっていう声が、していましたけども、わからんで笑ってたんですよ。物がしてるんですよ。こっち側だったかわけのわかんないこと言ってますけども、人の家の前で大騒ぎして、後で理由説明します。5で504、老人ダンスに754の34です。先ほど有馬公園病院に電話かけたんですよ。まあ、入院履歴と通院履歴、まあ、そこもあの春山整骨院とどうやら組んでたみたいなので、まあ、特に老人男性っていうことは今から15年ほど前のことでしたから、まあ、関係者である可能性はと。発信履歴。で、通話メモを再生。はい、圭介というものなんですけども、平成21年か22年にそちらの方に入院したんですが、その入院履歴がいただきたいんですが、あの、履歴、はい。入院してたっていう入院期間の分ですか？そうですね、はい。おかしなこと気づいたでしょ。何年から何年に入院しますって言ったらいいだけです。
これで、一通の証明書で2000いくら取られます。本当にもう金の亡者。法律でそうなってるっていうのはなし。他の法律があります。行政関係のところの税金入ってるところはお金儲けなんて考えたらダメ。電話で言ったらいい。もし法律で本当にそういうふうにがんじがらみになってるんだったら法改正しなきゃならない。医療業界の議員が入り込んでるからや。医療業界の議員が入り込んでるからや。他の病院では入院いついつ、来てますよということを教えてくれてるところ今までいっぱいありました。1956年に買収防止法ができなかった。医療業界のいかがわしい医療刑法175条違反、ああいったものに関して、まあ DVD もそうなんですけども、ナース関係をもともと医療機関で働いた人間とかたくさん混ざり込んで、1998年ぐらいの頃に岡場駅の北新ビル、あちらの今三井不動産が入っているところ、そこに、そういう、チェーン店ではないような店舗があって、そこを一軒そこ倒産させたのと、あと JA の有野中町の JA の近くにあった津田屋と、あと今トヨタのある岡場駅の近くの交差点、大通りの方のあそこにも昔伝えがあって、そこも潰しました。谷上の芸をもそう、谷上駅の神戸市北区、あとは兵庫の神戸大学附属病院から少し、南の方へ坂を下っていったところの右手にあった、まあ、チェーン店ではないレンタルショップ、あとは、岡場の、ステップガーデンのところの伝えが1,2,3刑法175条で大丈夫。あとはそこから組織的な犯罪とかいろんな法律、わいせつな画像に関する法律とかいろんなものが全部セットになってくる。刑犯罪法もセットや。
精神病院で、さっき電話かけた時、その後ハレマ整骨院のは、先ほどの男性老人2名のドライバーが乗り込んでいた車、そいつらは電波で会話を交わし合っていたけども、その前に家の中で聞かされていた電波、淡井圭介を人命会病院に2021年の、8月に入院させた、スキンヘッドの眼鏡をかけたじいさん、刑事課の者、有馬警察署の、そいつの電波の声が聞こえてきてる。そいつと多分、警察が組んで、そいつらと意思の疎通をしとる。家の中を観察してる。それと、先ほどの春山聖子さん。ちょうど51本。一郎さんの背番号と同じや。淡井圭介と会ってから、世界のギネス記録を作った。世界で一番ヒットの数を打ったのは、ピートローズ選手ではない。一郎さんや、日米の通算の数や。で、先ほどの、介護で来てた老人男性、柴田っていう男で、格闘技の業界で柴田っていう名前で出てた人間の父親の可能性がありますね。で、私の母親と接触していた、老人男性ですね。あ、これもはっきり分かったやろ。民法720条、正当防衛、刑法38条、正当防衛、同じ。一時警護なんか使ってたらあかん。軽犯罪法の礼儀の部分、相手を悪党、目の前に周りにいるときに一時警護なんか使ってたら自分がやられる可能性がある。僕は集団性が強い。そして警察官にもともとクズ側が多かったっていうのはよく分かったやろ。それどころか裁判官とかもや。だから黒着せられてもね。売春防止法的あった1956年やぞ。それまで政府上層部、議員含めてめちゃくちゃな連中がむちゃくちゃいっぱいたくさんいたっていうことぐらいわかるやろ。男だったら、大人だったら、根性あるんだったら、そいつらに対して抵抗せんかい。元警察官、現役の警察官、悪党だったら許さんよ。本当は刑事訴訟法で民間人に逮捕権ある。民間が警察官逮捕して別の制服着と警察官に引き渡してもええねん。合法や。昔から政府上層部と関わってエロ業界と戦ってた。もうこういうことになった。全員許さん。一人当たり100万や200万で済ます気ないぞ。総選と車取り上げんかったら売却させて、弁済させて。弁済っていうのは返済っていうことや。喋って済ますっていうこととちゃうぞ。漢字の意味しっかりと読め。なんぼでも絡んできよ、集団で。睡眠不足にさせて裁判妨害しよった。この話が本当だってもう分かったやろ。ホームページに圭介の行きの一番、もしくは YouTube 一覧表の罰金刑が良いって書いてる欄のところ、それとその次、春山整骨院と兄の第一タウンハイツの件、もう二十歳ぐらいの頃からや。ああいう系統の連中とも、もともとそこの春山整骨院もエロ業界の方が強いだとか言うとった。介護職の人間はずっと今でも働いと。でそいつはもうここのアリの第一タウンハイツ、足踏み鳴らしながら、人が寝ようとしてたら昼寝しようとしてたら階段登ってきて大声で喧嘩打ってきよ。どうせそいつらも今度年齢が同じぐらいやからや。簡単にわかる。そうそう、2002年までに、ああいう介護職のやつらとか摘発されとる。そこの晴れの整骨院、裁判所の判決に背いた即逮捕のね、有馬警察署の人間は動いてない。有馬警察署の中の内部に何人そういう系統の人間はまだ残っているのか。本当はもうそこの建物はなくなってないとおかしい。警察官たちの方で証明させなかったら、で淡井圭介にそいつらからの慰謝料を払わせなんだ。それは警察官としての務めや。法律でそうなっと。民法とかいろんな法律忘れすぎや。
けど青井圭介側で、ちゃんと取り締まってる警察官の人たち、ご苦労様です。今後ともご対応のほどよろしくお願いいたします。議員も一体何人おるかわからん。その手の奴ら三振と以内の請求や。というわけなんですけども、他にもね、最近あの河川水門開閉式ダム発電、加古川上流編ということで、まあ、東条川というところを撮影しに行ってきたんですけども、今まあ動画をつなぎ合わせて、まあ、エクスポートが終わったところで、その、この名称の、2の方ですね、こちらの2の方、もうすぐアップロードします。でその中で、小野市の方のゴルフクラブのところでクレーンが動いてたんですよ。いや、山の中のさらに、山の上のところでクレーンを動かしているものですから、あんなところ何か建物を建てたらまたあれですよ、水電力を使ってダムから汲み上げて、貯水しなきゃなんない。もうエネルギーの残存の問題、ここのね、説明欄を見てほしいんです。ここ、ね、普通に YouTube で見てもらったら説明欄があると思うんですけども、ここに書いてる内容ものすごく重要なんで、皆さん、理解してください。本当に建設業界、一回取り締まった連中とか死んだことにしてテレビ局で、で、また建設業界で戻ってきと、松方弘樹とかいうやつ、この辺の兄の中町の業務スーパーの、建設に関わっと、そいつもともと議員か何かや、建設業界の役員かのどちらかや。で、建設業界をそんなもんめちゃくちゃなやつはいらんっていうことにして、建設業界辞めさせたはずなんですよ。もしかしたら建設業界辞めないままテレビに出ていて、松方弘樹、そいつエロシーンとか出とうから、もうその映像見たことある。でそれバレて今度死んだことにして、で、現場に出てきと、もうむちゃくちゃ、世の中これぐらいむちゃくちゃ徹底的に取り締まらなあかん。淡井圭介側かどうか皆さんよく理解しておいてください。そういうことです。まあ、この向こう側上流編の2のところ、見といてくださいね。